はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。バイオハザード7続きをやっていきましょう。おっさんから逃げてとりあえず地下室に潜り込んだところですね。この部屋はまだ探索をしていないので、ちょっとまずはこの部屋を物色していきましょう。まあ、早速前方にアイテムがありそうですけど、本館の見取り図よし。これでどうなの？あ、なるほど、どこがどこだか分かるようになるんだね。今いる位置がランドリーで、キッチンとか食堂とか。パントリーって何？パントリーって何する部屋なの？まあいいや。で、電話があって、お、なんかいろいろありそうだね。こっちからちょっと見てみるか。液薬、ハーブ。お、これは三角でアイテムスロットを開いてから R1 でタブを切り替える。コーンじゃなくてクラフト、液薬、こっちか。ハーブプラス液薬で回復薬ってことか。やった、もう死にそうだからな。これ早速使うことになるよ。使おう。あー、冷たくて気持ちいいってか全回復してねえし。で、これはなんだ、アイテムボックス的なあれかな。おお、武器アイテムが追加されました。汚れたコイン。ミヤからのメール。運転免許証。あ、入ってるんだね。サプライボックス。ゾイから届いた梱包用の箱。探索に役立つものが入っているようだ。これはね、初回特典ですね。持ってきましょう。牽制のコイン。持ち主の能力を引き出すと言われるコイン。敵の動きがよく見える気がする。どういうこと？よくわかんないけど、持ってこう。汚れたコイン。で、これは体験版からの引き継ぎですね。カビのようなものがこびりついている。これ何？持っていくべきなの？どうすんの？まあいや、持っとこう、とりあえず。メールと運転免許証は別にもういらないよね、多分。で、このサプライボックスですね。これはショットガンセットになってるんで、開けましょう。あ？え、何これ？回復薬。ショットガンの弾？弾だけ？え、ショットガン入ってないの？え、だってさ、こうパッケージにはさ、ショットガンセットって書いてあるんだよ。さ、ショットガンセットって書いてあったらさ、ショットガン入ってると思うでしょ。え、ちょっと待って、サプライボックス。アイテム調べます。ただの段ボールだ、もう。しかも空っぽだし。え？ショットガンないの？あ、なんか書いてある。回復薬、ショットガンの弾、アンタへのプレゼント、これで生き延びて、ゾイより。いやさ、ショットガン持ってないのにさ、ショットガンの弾さ渡してさ、これで生き延びてってさ、完全なる嫌がらせでしょ。え、嫌がらせだよね。マジひどくね。でもこんなボックスなんていらんよ。戻そう。これ別に捨てられないよね。ショットガンの弾一応持っておくか。ショットガン手に入れた瞬間に、でも弾が7発って。ショットガン入ってると思ったのにな。いや、これはもういきなり出落ち感があるな。すさまじい悪臭だ。匂い嗅いだのかよ。で、こっちはなんか洗剤みたいなのがあって、特にこっちはもうないか。で、これあそこか。そうかそうかそうか、入れなかったところに来たんだね。で、なんかが置いてあると。箱開けられる。パカッと。なんでさ、これ逆側で開けんのこいつ。なんか入ってるね。キーピック。あら、不思議、落ちない。張り付いてんのか、このキーピック。でもまあちょっと重要そうなアイテムなので、あとは特に何にもないかな。これこっちから来たんだよね。じゃあ行きますか。行きたくないけど。鍵を外した。ちょっと、ない電話、またこれか。ちょっとうるさい、見つかるでしょ。あ、もしもし、ミカミックスです。よくやったね、イーサ。あ、お疲れ様です。あいつらは一体何なんだ。知りたくなかったら黙って聞いて。はい。その屋敷から出ないとメインホールから出られるかも。メインホール、あと腕のはコデックスっていうの、なくさないで、大事なものだよ。まあ、ありがとうございます。てかさ、電話かけてきてさ、なんか俺以外のやつが出るかもしれないって思わないのかね。
それとも俺がいる場所とかもう把握されてんのかな、さっきのスカウターみたいなやつで。でとりあえず何ホールに行けって言ってたよね。でもホールなんか鍵かかってるよ。キーピックで開けられっかな。キーピック、簡単な鍵穴をこじ開けられる器具、すぐ折れてしまうと。まあ、いやとりあえずかちょっとクリアリングはしていこう。こういうとことか逃げ回ってたかな。あんまり細かくは見てないんだよね。こういう壁とかな、端っことか超嫌なんだよな、隅とか。大丈夫。お、これなんだっけ。あ、写真か。こんなさ、写真まじまじとさ見てる暇あんの。あ、こっちもあるね。ふてぶてしい顔つきだ。あ、なんか書いてある。ルーカス022013。あ、こういう数字ってさ、なんかヒントになるんだよね。2013年の2月。覚えられっかな。さっきのイカれた夫婦だ。マジか、だいぶ変わってると思うけどよくわかるな。ジャック&マーガレット、25回目の結婚記念日に。25回目の結婚記念日。あ、でも顔は全然違うね。これ別のやつか。2013年の2月だっけ。でここでキーピック、鍵穴見当たらない。マジかよ、ふざけんなよ。こっち側は、あ、なんか動いてるよ。何これ。え、何これ。もう動いてるよね、なんか。しゃがんでみる。え、何これ、びっくりアイテム。え、じゃあちょっと鍵を探さないといけないってことか。一応キーピックを持ってるってことは、なんか鍵をつけられたところに鍵が入ってるのかな。箱の中に箱が入ってるみたいな。やだな、戻りたくねえな。あれ、なんかいる、やつがいる。え、何、前方いるよね。なんか前光ってるよね、懐中電灯みたいなの。え、何何何何。え、な、来ないね。なんだよ。え、これ大丈夫なの、行って。ちょ待って待って待って。おい、こっちだ。あ、なんだなんだなんだ。別のやつか。おい、お前。な、何。え、おい、こっちだ。あ、はい。おい、頼む、助けてくれ。警官。ちょっと落ち着いて。あんた、ここの人間なのか。つまりこの家に住んでるのか。俺が。そうじゃない、違う。そうか、実はこの辺りで失踪事件があったと通報を受けてね。それどころじゃない、ここから出たいんだ。まあ落ち着けって。いや落ち着けらねえよ。俺の話を聞いてくれ、この家のイカれた奴らに殺されそうなんだ。そうか、じゃあ言わせてもらうが、そういうあんたこそあんまりまともな人間には見えないぞ。ふざけないでくれ。いいか、さっきも言ったが、この辺りで失踪事件が頻発してるんだ。疑ってるわけじゃないが、あんたみたいなよそ者が関わってないともまだ言い切れないからな。分かったよ、何でも話すから。よし、分かればいいんだ。じゃあガレージがあるだろう、そこで話そう。待ってくれ、その銃を貸してくれ。あんたどうかしてるんじゃないか。なあ、保安官。保安官補佐だ。保安官補佐、どっちがいい。俺を新聞の死亡記事で見るか、助けて一躍ヒーローになるか。一躍ヒーローになれんの。ポケットナイフだって。ああ、持っていけ、これで十分だが。ほら、さっさとガレージへ行け、今すぐ。まあ、拳銃はそりゃさ、渡せないわな。ナイフでどうしろってんだ。いや、でもナイフ手に入れたよ。ほらほら。あ、ナイフ、二つ折りの。何これ、大ぶりなナイフ。ほら、お、連続で触れる。俺に近づくと危険だぜ。てかもうガレージに行こう。
ガレージはすぐそこだね。大丈夫、ちょっとこっちとか一応クリアリングしていこう。一応攻撃ができるっていうのはだいぶ助かるな。まあナイフではあるけど、これなんだっけ、壊せそうだ。ほらハンドガンの弾ゲットナイフを手に入れた俺は無敵だ。ほらガレージ、ほらこんなところにさナイフ振りましたさ、歯が折れるよね折れないよね、大丈夫だよね歯が折れて壊れてしまったみたいな。まあ遊んでないで先へ進もう。ちょっとナイフを手に入れて強気になったけど、別にさナイフなんて多分超弱いからね。一応こういうところちょっと見ていって、あこれ切れるんじゃん、ほらあれほら全然ダメだ、なんだイベントで切るのかよし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 、いやー待て待て待て、なんか絶対いる絶対いる絶対いる、これ出てくるよ出てくる、いるよー、ん、あ警官か、あパトカーじゃん、あおいこんなとこ早く出よう。いいか、まずこんな夜中に一人で何をしてるのか説明しろ。俺が、あんたもだろ、俺は仕事だ、いいか、本当のことを話すんだ。分かった、質問に答えろ。言っても信じるわけないさ、答えろ。やばいやばいぞ、おいシャッターを閉めるな、やめろ、やばいぞやばいぞ、うおマジかよこの野郎、あなんかしてる、ハンドガン、よし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 仕方ない、ほらお前もここで殺してやる、よしよしよし、ほら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 、ちょっと待って待って、頭狙うの難しいんだよねこれ、よしよしよしリロード、多いね両手があるから早い、ほら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 、ちょっと待って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 、これあと一発しかないんだけど、あとナイフで叩くってこと？さっさと腹だ。よし確実に。で、で、ちょっとどうすんだっけ？切り替え、切り替え、切り替え、こっちか。こっちか。おーら。話にならん、ナイフじゃ。逃げろ。ガッ。待て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 。大振りしてきたところ、ナイフで。あれナイフになってない？な、これこれ。今のはすまない。大丈夫。ほら。弱そう、くるっといけ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 、何バックなんとかみたいな、バックナックルみたいなのやってくるな、回復しよう、なんか言ってっけど、ちょっと待って無理だ、ナイフで話にならねえ、どうする、あなんかある、なんかあった、ええ何何何何何、ね、車で逃げろってこと、乗った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 、よしよしよし、ではしまってるよこれ、ええ待って待って、引きずり下ろされたんだけど、ほらガードとかさ無駄でしょほら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 、あこれでガードするの、ほら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 、ガード殺してやるぞこの腐ったらやる、ほら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 、あれ車乗ったよ、ほらほら無理じゃん、これナイフなんなのこれ、ほらほら、うわ動いた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 、待って待って待って、来た引き殺された、いやあの警官いきなり死んだな。ガレージでの戦闘、戦闘に利用できるものがないかガレージ内をよく探索しよう。ガードについて、ガードができると敵に大きな隙を作り出すこともできる。射撃の精度、構えずに撃つと射撃の精度が下がる。まあこれはやってるよね。あーこっからか。ちょっと待って、とりあえずハンドガンの弾が5個しかないからね、ちょっとどっかにハンドガンの弾とか落っこってないかな。ナイフ、あ木箱みたいなのあったな、でもこういうところはないから、まあ、とりあえずガレージの中行くか。で車だな、こいつはもう早々に死んでもらおう、申し訳ない、いいか、まずこんな夜中に一人で何をしてるのか説明しろ。あそこに箱があるよね、木箱が。俺は仕事だ、いいか、本当のことを話すんだ、質問に答えろ。言っても信じるわけないさ、来るぞ来るぞ来るぞ、これどっから来てるこれ、
おい、シャッターを閉めるな。やめて、閉めるんじゃない。で、最初はこいつに気を取られてるから、今のうちにまずハンドガンを拾うと。で、その後この車に乗り込む。お前もここで殺してやる。よし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 。で、その後どうすりゃいいの。鍵が必要だ。鍵。あ、ちょっと待って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 。ガード。ああ、鍵とかないの、ここら辺に。これ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 か。あ、なるほど、あそこに車のキーがある。隙を見てとりあえず走って一周しよう。で、その間にこれを、あー、早っ早っ早っ。ヘッドバット食らったよ。これをちょっとまず取って、よし、車のキー、何とこにいる、あそこにいるか。で、これをちょっと壊して、何もないで、この木箱壊したいんだよね。お、壊してくれた。いや、特に何も入ってないから。よし、今のうちだ、乗り込もう。よし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 、入って、で、しかもそれで、はい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 、待って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 、ライフで切れ、いって、あはは、こいつ乗られちゃう。おらおらおら、強引だな、乗り方。ちょ、これじゃあ銃に切り替えよう。どうだ、ちょ、待って待って待って、これもう無理でしょ。うわぁ、いって、くそ、この親父が。おらおらおら、しかしこんな狭いところで車なんて、すげえドライビングテクニックだな。うわどうすりゃいいんだよ。うわ、痛い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 、強すぎだろう。これ車に乗り込むでいいんだよね。だって拳銃はあるけど、だからまず開けて、で、お前いいよ、こんなとこ早く出よう。まず鍵をゲットする。何をしてるのか説明しろ。俺が、あんたも、俺は仕事だ。いいか、本当のことを話すんだ。質問に答えろ。言っても信じるわけないさ。このシーンを何度見ること。これってカットできないの。シャッターを閉めるんだ。やめろ、閉めるんじゃない。でまずハンドガンは絶対ゲットでしょ。で、その後ここに車のキーがあるから、これもゲットでしょ。で、今のうちにこうやって、はいはいはい、それでバック、アクセル、おーら、くらえ、バックして、いいねいいねいいね、追い打ちをかけるとバックして、さらに追い打ちを、おら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 、なんでさ、これ死なない。これ視界がまた悪くなってきたな。ん、どこ行った。ん、倒した。よくわかんない。ああ、いる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 。いい車持ってるじゃないか。話せ。あ、でも引っ張れるかな。これね、俺動かしてるわけじゃないんだよね、今。あれ、動かしてる。もう終わりにしよう、俺たちで。おー、いいね、一緒にドライブを楽しもうぜ。え、何する。やめろやめろ。うわ、やられた。どうなった。おお、まだ生きてるよ。え、なんかピクピクしてたよね。あ、ちょ、もう拳銃にしとこう。あれ、拳銃なくね。え、ちょっと待って待って、おお、びっくりした。ハンドガンハンドガン落としたの。うわ、生きてんの、もしや。おいおい、何しやがる。どうしてくれるんだよ、このクソ野郎。ああ来るな。よし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 。おお。ない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 。
早く立て、早く立て、ダメか。とりあえずリロードして、ここになんかある。あ、回復薬、いいね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 。他は、ちょっと待って、これ行けなくね。え、どっから来たっけ。あ、これはしご。うわあ、くそ、かっこよ。今から面白いものを見せてやる。なになになに、え、もしや、マジかよ。え、逃げろ逃げろ逃げろ、とりあえず逃げよう。こんなやつ関わってらんねえよ。で、生きてるっていうオチでしょ。これ何、なんかさ、右にあったよね。あ、これなんか取ってこう。え、取っていけないの。あ、これで中身が取れると。ちょっとさ、悠長にやってる場合かこれ。あ、これでプレートが取って、なんか追っかけてきそうなんだけどな。ん？それでどこがどうなったのこれ。え、今俺どこにいるのこれ。これ何？やばい、連打してたら何やったんだか分かんなかったんだけど。あ、そっか、こっから来て、え、下は降りたくないんだけど。で、これこっち行ける？と、暗くて何も見えん。あー、こっち側に出てきたのね。え？こっちでいいのこれ？え、開けていいのかな？これ開けるとまずそうだよね。ちょっと開けてみる。こういうのね、すぐやりたがるからね。閉めとこっか。あ、いけるいけるいける。あいつぶっ倒れてるけど、あいつはもう絶対ね、まだ生きてるから閉めとこう。閉めらんねえし。え、なんかいた。あ、違うか。まあ、とりあえず拳銃をゲットしたっていうのはめちゃくちゃでかいな。あ、で、これはガレージって書いてあるだけで、これは、あ、これもしかしてキーピック。お、いいね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 。回復薬。ああ、これだけか。ってことはキーピックは何個か手に入るってことか。で、とりあえず何するか分かんないから、これはちょっとナイフにしとこう。いつでも振り回せるように。拳銃はちょっともったいないからね。で、安息の地に行ってセーブしよう。セーブして、今回は終わり。いや、おっさんにやられたけど、まあ、とりあえずなんとかはなったか。ガレージからは逃げられなかったんで、そうだ、ホールだね、ホール。ホールの鍵を探すために、じゃあまた、この館をうろつきますか。というところで、今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、Twitter のフォローしていただければ幸いです。俺に近づくと危険だぜ。